ファスナーとは衣類などに用いる留め具のうち何度でも自在に開け閉めできるものである。ファスナーは英語でしっかり留めるものを意味する。構造から点、線、面のファスナーに対別される。ファスナーは基本的に男性ものは左、女性ものは右となっている。工業分野ではファスナーを使って複数部材を組み合わせ接合することをファスニングという。 衣類の点ファスナーはスナップボタンが主流である。接合する部分が機械仕掛けになっており、伸び縮みすることによって開けはめできる権利である。第一次世界大戦の頃にアメリカの DOT ファスナーズ社が開発したためドットボタンとも呼ばれる。日本ではアメリカのスコービルファスナー社が有名である。スコービル社は近年まで日本で生産していた。 ため日本国内で広く知られているが、現在は生産を中止したため、人気が高いが入手は極めて困難である。なお、引き手に穴が開いている理由は滑りにくく、開けやすくするためである。機構、編集はレバネタイプバネが割れていてその弾力性で、緩護するもの。現在でも9ボルト乾電池などに使用されている丸、バネタイプバネの中にリングが入っていてその弾力性で緩護するもの。 アメリカの DOT 社の商品が、著名2本バネタイプメス部の中に、バネが2本入っていてその弾力性で緩合するもの。ドイツのプリム社が開発した、商品1本バネタイプバネの中に、バネが1本入っていてその弾力性で緩合する、モノプラスティックタイプ機械的な構造は発揮せず、樹脂の弾力性によって緩合する、タイプファスナーの冷戦ファスナー詳細は、戦ファスナーを、 三章線上に並んだツトムバが噛み合うことで両側を固定する。1891年アメリカで発明された。商標からジッパー、チャックとも呼ばれる。メンファスナーの両面詳細は、メンファスナーを三章層の実が衣類にくっついて取れにくいことにヒントを得て、1948年にスイスで発明された。商標からベルクロ、マジックテープとも呼ばれる。ベルクロテープは、 スイス発祥のベルクロ社の登録商標である。日本ではクラレがベルクロのライセンス生産をしていたが、1999年にベルクロ社の国際戦略からライセンス契約を打ち切られ、クラレがベルクロを製造することができなくなった。クラレは現在自社の商標でマジックテープとして販売をしている。ありがとうございます。